はい。皆さんどうもこんにちは。榎本勝人です。えっ、ー、と、今日はですね、えー、ボールペンのご紹介をします。えー、昨年来ですね、このボールペン、えー、結構ですね、いろんなあの、講演会等々ですね、えー、の場では、あの、ご紹介してさせていただいて、えー、それなりに、あの、推奨してまいりました。まあ、これはどういったボールペンかというと、えっ、ー、とですね、ここがパカッと開きまして、ここに3本ですね、自分の好きなやつを、 こう入れれると。ね。で、なくなったらこれ詰め替えをしたらいいというタイプのものですね。はい。で、通常あの、これ、まあ、あのー、私の方はですね、えー、1ヶ月に青と赤と黒、1本ずつぐらい使い切るようなペースで、えー、やっております。はい。で、これ、最近ちょっと出たやつですね。えー、今でこれ3本が最高だったんですが、これがさらに、 4本になったってことですね。これね。4本。で、四本なんですが、ただの4本じゃなくて、これ。これは、なんと、えっ、ー、と、シャーペン機能ですね。シャーペン機能がついております。こういう風うにして、ちゃとこうやってシャーペンが、としてこれ使えると。ね。だいぶ、あのー、これで用途も広がったんじゃないかなと思います。これ、シャーペン以外にも、今、あのー、タッチペン機能の 物を入れることもできますので、えー、ぜひこれ、ごはん、ご関心ある方はですね、あの、文房具屋さんに結構今並んでると思いますので、えー、確認してみてください。はい。今日は、えー、以上でございます。